大阪出身の石田恵美が秋田に来て見つけたこれ何をご紹介する石田恵美のこれ何なんです。お願いします。さあ今回はですね、秋といえばだと思うんですけども、はい、鍋っこ遠足って何なんです。鍋っこ遠足、うん、あんまり最近ねやってる人見かけないというかないかもしれないんですけど、うん、お、私ありますね。これですね。まあ鍋っこ遠足ですよ。いや ないですよ。鍋っこ遠足って普通あのその秋田の人って何々子ってつけるじゃないですか、うんうん、犬子とか、はい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 、その鍋の遠足ってことですよ ね、はい、これ小学生が対象ですか。そうですね、私の時は小学校でやったんですけど、うんうん、1年生から6年生まであの縦割り活動っていって、はい、その全部の学年でこう数人ずつグループ作って、うんはい、でそのグループで何の鍋を作るかっていうのは相談からスタートして、はい、じゃあそれに何が必要か、材料何使うか、うん、予算どのぐらいかとか、うん、で実際にそのグループで買い物に行って、はい、材料買ってきて、でいざ鍋作りましょうみたいな、うん、でその作ったやつは先生たちにも試食してもらって、うん、最優秀賞ここのグループでしたとか、そういうコンテスト形式になっているようなものをやってましたね、小学校の時毎年。先生が作ってくれるとかじゃなくて、もう子どもたちがうん、まず何の鍋にするから始まるんですね。そうですね、だし何にするとか、うんまあ、お味噌入れるとか、その比内地鶏スープにするとか、そういうところからやってました。食育ですね、まさにね。そうですね、うん、本当でも楽しくて、その自分たちで何入れるとかっていうその自由度もあるし、うん、その予算が多分決められてたと思うんですけど、うんうん、当時その中でどんなことがオリジナルとしてできるかっていうのをこう試行錯誤ね、みんなで話し合いながら決めましたね。こういうご当地、秋田ならではだと思うんですね。他の地域で聞いたことないんですよ、鍋っこ遠足。いやでもやってると思ってました。みんな秋といえば、うん、どこでも。もうそれぐらい本当に浸透してた行事、うん、学校行事だったので、最近あんまり聞かないんですけどね。うちの学校は学校の中でやってたんですけど、はい、多分県内には近くの、まあ、運動公園とかそういうところに行って、外で鍋作って外でみんなで食べるっていうのもやってる学校あったと思いますよ。まさに遠足に行って、うん、そこでみんなで鍋を作る。鍋持って遠足に行くってことですよね。そうですね、やっぱこう役割分担して年小6の力持ちが鍋持ってみたいな。そうですね、そうお兄さんお姉さんたちが結構こう仕切ってくれるので、うんまあ、自分も6年生になった時にこうやるんだみたいな、キラキラみたいな。いやでもいいな、なんかそのキャンプとか外で鍋するっていうまず考えがないんですよね。 お肉バーベキューするとかお肉焼くとかはあるんですけど、はい、鍋する鍋持っていくの。でもほらカレー作るじゃないですか。カレーとね一緒というか、カレー感覚、豚汁とかね、いいですよ。やっぱり外寒いけど、うん、みんなであったかい鍋をふうふうしながらつつくっていうね。なるこれ秋田ならではその寒いところならではなのかもしれないですね。こう汁物、あったかい汁物で温まる。秋とはいえども、うん、もう寒いじゃないですか、はい、ね。いやほっこりしますよ、これ大人になってから鍋っこしないんですか。私は親戚でこう集まってやったりとか、うん、外で、はい、しますね。今年もやる予定です、はい、鍋パとはまた別物なんですか。鍋パではないですか。鍋パ中じゃないです。あ室内で、そっか。なるほど。やっぱ外で、うん、あとキャンプしながらというか、ちょっとくつろぎながら、ひんやりした風を浴びながら食べるのがこの醍醐味、うんうん、やっぱ大人になるとこうお酒もあるので、お酒とねやっぱ鍋物っていいじゃないですか。確かに組み合わせがね、うんうんうん、はい、ぜひ皆さんもやってもらいたいです、ね、鍋っこ経験してみたいですね。外で鍋、うん、食べる、美味しいですよ。より一層美味しいです、ですね、これから、ね、今のこの季節まさにぴったりですね、うんうん。
ありがとうございました。今日は鍋っこ遠足ご紹介しました。